栃っちあ大、広市11月9日大は、東京都足立区出身で玉の井部屋所属の元、大相撲力士。現在は年寄り、14代玉の井。最高位は東大関。現役時代の体格は、身長180センチメートル、体重155キログラム。特異種は、おっつけ、はず押し、叩き、いなし、右四つ、より、上手出し投げ。本名は、 志賀大輔、血液型は A 型、星座はサソリ座。趣味は若い頃はラジコン、大関昇進後はゴルフ。13代、玉ノ井親方の次男として、東京都墨田区に生まれる。小学生時代は、野球や水泳に熱中し、原辰りから贈られたサイりのグローブが、当時の宝物であった。小学校6年生の時に相撲に転校し、 明大中の中学校に進学して相撲部に入部した。しかし当初は体が硬く、足を広げて上半身を床につけるまた割りもできず、中学までは全国レベルの力はなかった。父には高校横綱になることを各界入りの条件にされ、明大中の高校3年生の時に見事高校横綱に輝き、高校在学中の1994年、 11月場所に、父が、師匠の玉の井部屋に入門して、本名の志賀の四古名で、初土俵を踏んだ。女の口場所前の稽古で左膝を痛め1995年、1月場所は、前半を休場したが、8日目の4番相撲から、出場して残り4番を全勝して、この場所を4勝0敗3球とした。回しを取って投げる相撲が得意だったが、今の相撲ではまた怪我をする。 回しを取らないで追っつける相撲にしないとダメだと反省。師匠からも、回しにこだわるなと言われた。投げで振り回す相撲から、脇を固めて押す相撲に変えた。怪我を教訓に、母校の先輩、三代目若の花を見習った。そこから快進撃が始まり、同年、三月場所は、序の口七戦全勝優勝、同年、五月場所は、序二段七戦全勝優勝、同年、 7月場所は3段目7戦全勝優勝。幕下に昇進した同年9月場所の一番相撲の白星まで26連勝を飾った。この場所は3勝4敗に終わり、入門以来初めて負け越したが、同年11月場所は7戦全勝で優勝。1996年1月場所では幕下3枚目で5勝2敗。同年3月場所では 幕下2枚目で5勝2敗と好成績を収め、同年、5月場所には、初土俵から、わずか所要8場所で十両に昇進するとともに、父の仕込名でもあった土地あずまに改名した。十両でも、同年5月場所、7月場所は10勝5敗と連続で2桁勝利を挙げ、同年、9月場所は、初日から10連勝と波に乗り12勝3敗で十両優勝を、果たし、同年、 11月場所には早くも新入幕を果たした。序の口から十両まで全段で優勝をしたのは史上3人目であった。入幕後は早くから大関候補として期待を集め、新入幕の11月場所では初日から後連勝をするなど10勝5敗の好成績を収めて関東賞を受賞した。 翌1997年5月場所で11勝4敗の高成績を挙げて関東賞を受賞。7月場所にはわずか入幕後場所で新三役に昇進。2大関に勝ち9勝6敗と勝ち越して技能賞を獲得。同年9月場所は新関分けで明け物に勝ち10勝5敗と2桁勝利を挙げて2場所連続で技能賞を受賞した。稲してから左右からのおつけ。 前、回しを引いてからの出し投げなど、その取り口は、ベテラン力士から若手らしく、正面からぶつかってこないのでやりづらいと言われるほど、技が多彩であった。しかし、ここから、土地あずまの苦闘が始まる。東関分けと番付を上げた1997年、11月場所では、右足連座で7勝8敗と負け越し、翌1998年3月場所は、 右肩薄離骨折のため6日目から途中休場、翌5月場所も交渉休場。この薄離骨折が重症で、関分け復帰まで約1年半を要することになった。1999年秋場所は、初日から2日、連続金星を獲得し、主勲賞、九州場所も2場所連続で、高野花に勝ち技能賞。2000年7月場所は5場所連続で、 関分け在位となり、2横綱3大関に勝ち12勝3敗の優勝時点という好成績を収めて5回目の技能賞を受賞した。待ちに待った大関挑戦場所となった同年、9月場所は、右肩関節脱臼のため6日目から、途中休場、翌、11月場所も、交渉休場、度重なる怪我に泣いた。交渉明けの2001年1月場所は、10勝を挙げて、 翌場所には早くも三役に復帰した。同年、三月場所は小結びで一横綱三大関に勝ち9勝6敗として3回目の主勲賞。同年、七月場所は関分けで一横綱に大関に勝ち10勝5敗と6回目の技能賞を獲得した。同年、九月場所は12勝3敗の優勝時点と完全復帰したが、立ち合いからいきなり変化する注文相撲が番もあったため、 三勝候補からも外れてしまった。しかし、二回目の大関挑戦場所となった同年、十一月場所では、それまで何回も批判を浴びてきた立ち合い変化を一度も見せることなく、初日から七連勝。後半戦に入り優勝争いから一歩交代、十四日目の横綱、武蔵丸戦で足を強打するアクシデントに見舞われる。それでも、翌日千秋楽の大関。 無双山戦は勝利を収めて12勝3敗の成績で連続優勝時点7回目の技能賞を獲得する。それとともに全て関分けの地位で3場所合計34勝を挙げようやく念願の大関昇進を決めたのであった。何度も怪我の影響があってなかなか大関取りを果たせず入幕から大関昇進までは5年の歳月を要した。大関昇進伝達式では 工場に努力精進の文言を使用している。新大関の二千二年一月場所では初日から十一連勝。同場所の先週楽結びの一番前の本割では大関千代大会に勝利して十三勝二敗同士の優勝決定戦に突入。そして決定戦でも千代大会を立ち合いの変化で下して自身初となる悲願の幕内最高優勝を達成し、 一躍横綱候補へと踊り出た。しかし、2002年5月場所13日目、海王との取り組み中に肩を負傷すると休場が続き、2003年7月場所では7勝8敗と、解禁負け越しを喫するなど1年以上にわたる不振に、陥るが、2003年11月場所では13勝2敗の、好成績で、復活優勝。しかし綱取りのチャンスを活かせず、 その後はもともと体が硬いためもあってか、再び怪我が多発し、それにより2004年7月場所と2005年1月場所に、大関から2回も関脇へ陥落する屈辱を味わう。しかし、2回ともに、関脇の地位で10勝以上の高成績を上げて、各1場所で、大関特例復帰を果たした。なお大関陥落の後、大関に2度も返り咲いた力士は土地が、 大相撲史上初めてで、2020年現在も、土地あ妻ただ一人のみである。なお、大関昇進の頃から、すでに脳梗塞の予兆である頭痛が時々、発生していたが、この時期の健康診断では、異常が指摘されず、本人も一時的なものと我慢していた。若い頃から、稽古の鬼であったが、硬い筋肉をつける、稽古のしすぎで故障を招いているため、 稽古量を抑えたらどうかと指摘を受けた。そのため体を休ませながら稽古をするとともに、大相撲に適した柔らかい筋肉に肉体改造をしたことが功を奏し、2006年1月場所では14勝1敗の好成績で13、場所ぶり3度目の幕内最高優勝を果たした。なお、この土地あずまの優勝を最後に同年3月場所以降、2016年の 初場所においてこと正区が優勝するまで、日本出身力士の幕内最高優勝は10年間、出なかった。横綱昇進を期待された同年、3月場所では、序盤における、海力士への取りこぼしがたたり優勝を逃し横綱、昇進が見送られた。ただし、終盤に大関昇進が確実な関分け、白鵬や優勝した横綱、 朝昇龍を本割の土俵で破っての12勝3敗という内容が評価されて、翌5月場所に横綱昇進の可能性を残した。3月場所中に足を痛めてしまい、5月場所ではさらに怪我が悪化して、左膝半月板損傷により7日目から途中休場に追い込まれた。朝昇龍が一人横綱になって、久しいこともあり、3代。 若野花以来8年ぶりの日本人横綱の誕生を多くの相撲ファンに期待され、また当時前世を誇っていた朝昇龍に唯一まともに渡り合える日本人力士だったため、横綱審議委員会も13勝なら昇進させても良いし、12勝でも優勝なら検討する価値はあるとかなり甘めの昇進基準を提示していたが、それに応えることはできなかった。 2006年7月場所は、綱取りから、一点自身7度目の大関角番となった。それでも初日から7連勝、休勤相撲となった8日目は、対戦相手の露法が、前日の取り組み後に、カメラマンに暴行事件を起こしたため3日間の出場停止となり、幸運にも不戦勝により勝ち越して、角番を脱した。しかし9日目からは、元気がなくなり、 8連勝の57連敗という珍記録を残し、さらに11日目の横綱、朝昌龍との取り組みで土俵に膝を強打し、負傷してしまった。翌、9月場所は、痛めた膝の影響で初日から3連敗したが、その後は持ち直し9勝6敗で勝ち越した。次の11月場所では、9日目まで8勝1敗と、朝昌龍を追う一番手として期待されたが、 10日目に出島との取り組みで、古傷の膝を、強打、さらに親指を、剥離骨折して心配されたが10勝5敗と、同年3月場所以来の2桁勝利を記録した。しかし場所後も膝の状態は思わしくなく、12月20日に内視鏡を用いた左膝のクリーニング手術を行った。2007年1月場所は、手術後2日目には退院して1週間後には稽古も、 再開したが、膝に違和感が残っており十分な稽古が積めない状態と、出場が微妙な状況の中、感覚を取り戻すためと強行出場した。しかしながら、膝の踏ん張りが効かず、初日はこと正義区、二日目は老法にあっという間に寄り切られた。さらには中日から4連敗するなど体の切れも悪く、13日目に負け越しが決まった。 大関の地位での解禁負け越しは2003年7月場所以来自身2度目であった。最終的に5勝10敗と幕打ちで初めての2桁黒星に終わった。8度目の角番となった次の3月場所は場所前5日目までに2勝できなければその時点で引退するという意向を明らかにしてファンを心配させたが初日から7連勝し10日目に勝ち越して角番を脱出した。 しかし、場所途中から高血圧や激しい頭痛に悩まされ、11日目の朝小流線の取り組み後、翌12日目に高血圧の診断書を提出し途中休場、急遽入院した。父、玉野よ也方は会見で、蜘蛛膜下出血の疑いもあって心配だとコメントし、容体が気遣われた。この時点の診断では、過去に自然治癒していた、 脳梗塞の後が発見されたが、それ以外には脳に異常は見られなかった。そこで、血圧を下げる投薬療法により一旦は回復して、退院した。その後、土地あずま本人曰く、辞めるなんて一言も言っていないと語っていたが、3月場所後の巡業は大事をとって、土俵入りだけの参加となった。同年4月26日には脳を含めた内臓などの、 精密検査を受けるため再入院し、同年、5月場所は休場することが濃厚になっていた。そして検査の結果、医者から、このまま相撲を取り続けたら濃厚則を再発させるどころか、生命の危険、最悪死につながる可能性大等と宣告されたため、これ以上現役を続行するのは不可能と診断された。土地あずまは最後まで現役への意欲を見せたものの、病気には勝てず、 同年5月場所開催直前の5月7日に引退を正式に発表した。当時は前日の病気のことがあまり知られていなかったこともあり、突然の引退に驚く関係者やファンも多かったという。なお大関在位数は30場所、北葉山と並んで、当時史上11位体の記録だった。土俵下で審判を務める玉の井親方、現役引退後は、 年寄り、土地あずまを襲名して玉の井部屋の部屋付き親方として、更新の指導に当たった5月の制度改正以来、大関として初めてその特権を利用した。引退相撲と断髪式は、2008年2月2日に、両国国技館で行われた。土地あずまは引退後ほどなくして、脳拘束治療、再発防止の目的で、食事療法、軽い運動などで減量を勧告し、 現在の体重は9 0ラム台まで落とした。また部屋が料理するちゃんこ鍋は、塩分やカロリーが効果のため、現役力士らと一切食べず、現在も高血圧、脳梗塞を予防する薬を毎日服用中とのことである。父であり、師匠でもある13代、玉乃い親方が2009年9月2日に、定年退職となったため、翌9月3日付で、年寄り、 14代玉の井を襲名するとともに、玉の井部屋を継承した。2012年1月、35歳という異例の若さで、日本相撲協会副理事に当選し事業部副部長、広報部副部長、警備本部副部長を歴任した。2018年の役員選挙には立候補しなかったため、副理事から委員に降格となり、4月の職務文書では、審判委員に任命された。 2013年1月場所前の新弟子検査で、バラキの身長測定を担当しており、背伸びを観光した結果として、普段160センチメートルしかない身長を167センチメートルまで、稼いだバラキに関して気にならなかった。夢を持つ子をサポートしたいからと話していた。この例のように、土地あずまは身長の基準に対して、柔軟な姿勢で検査を行う傾向がある。 2020年5月実典で28人の所属力士が部屋に降り前45部屋中3番目の王女帯となっていた中、同年5月場所が新型コロナウイルスの感染拡大に中止になった際は師匠として今は世の中が本当に大変な時期。しっかり基礎運動をやってうまくコンディションを作っていってあげたいです。とコメント。 力士としては決して恵まれた体格の持ち主ではなかったが多彩な技を持ち特に頭を下げながら脇を締めて相手を押し上げる左右の押っつけは土地あの代名詞だった全回しを引いてからの上手出し投げやタイミングの良いなし回しを切るのも得意このように技能派力士として素質は非常に高い一方で立ち合いの変化を上位の力士としては 高い頻度で使用することがあり、時として優勝決定戦などの大一番でも躊躇せずに変化を行い、それがイメージを悪くさせることもあった。第11回横綱審議委員会稽古総研のドスコイ FM で、ここだから言いますけど、私は高野花より土地あずまの方が強いと思っていたと土地あずまを評価する式島も稽古場で自分の形で勝てるようにならないと、 本番でも勝てませんよという土地あずまの意見に対して、稽古場で自分の形でやってたなんて言いますけど、そんなわけないですよ。優勝決定戦で変化するような人ですよと、反発するなどその作詞ぶりを表現したことがある。横綱朝青龍に10勝15敗、大関白鵬に5勝8敗、古都欧州に5勝6敗、天に5勝1敗と、外国人力士にも引けを取らず、 中でも、当時全盛期を誇っていた横綱朝青龍にまともに、戦える、唯一の日本人力士であり、横綱昇進への期待も高かった。しかしながら、怪我が多いことも影響して、綱取りのチャンスを活かせず実現はできなかった。対朝青龍戦の受賞は、和歌の里と並んで、幕内力士では、白鵬、海洋に次いで3番目に多い。ありがとうございます。